ゆたらじ始まりました。わままマリさんは体調不良のためメインパーソナリティは井口真央、そして今月のゲストはレンタル何もしない人さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、いつもツイッターをフォローして見てました。あ、ありがとうございます。あの、何もしないということはやっぱりあのラジオ出演しても何もしないということですよね。はい、ごく簡単な受け答え以外は何もしないです。わかりました。今日は一人で頑張っていこうと思います。名前なんだけどレンタル何もしない人です。あ、何もしない人、はい、すみません細かくてすみません。え、あれ漢字でしたっけ。ひらがなで書いてひらがなですね。レンタル何もしない人さん、はい、ありがとうございます。あの、私レンタル何もしない人さんを見つけたのはなんかわかんないけど、なんか見つけて、あの、私めちゃめちゃ社会不適合者なので、あの、自分を貸し出してこう稼いでるみたいなことを知って、あの、この仕事なら私でもできるんじゃないかと思って、あの、フォローさせて いただいたんですけど、はいはいはい、あの、なんでレンタル何もしない人さんを始めたんですか。あ、なんで、まあ、ちょっといろいろきっかけはいろいろあるんですが、はい、昔からやっぱ自分は何もしないやつだと言われてきたので、こういろんな共同作業とかバーベキューとか飲み会とかですかね、はい、何もしない、お前だけ何もしないなみたいに言われ て同じですか、はいはい、でそれもずっとコンプレックスだったんですけど、まあ、そうなんですか、はい、コンプレックスだったんですね、はい、なんかちゃんと頑張って何かしないといけないなと思いながら生きてきたんですけど、はい、まあ、こう何やってもあんまり続かなかったので、はい、消去法でも自分は何もしないのが向いてるなと思って。すごい、でも発想力は天才ですよね、はい、何もしない自分を売り出そうって発想なかったです。ああ、そうですか、はい、すごいなって思いました。最近流行ってるパパ活とはちょっと違うんですね。パパ活とはパパ活、まあ、性別が違いますけど、え、なんかパパ活もなんかよく実態知らないですけど、はいはい、何もしない女性をご飯に貸し出してるでお金もらってるってイメージなんですけど、はいはい、それの男性版とはちょっと違うんですか。あ、まあ、それは違うと言いたいですね。お、そうなんですね、まあ、その自分のなんか、はい、性的な魅力とかを売りにしてるわけではないので。ああ、え、何が魅力なんですか。何もしないことじゃないですか。なるほど、はい、そうなんですね。でももう何もしないことが魅力につながるってなんかすごいですね。え、あの、今回のこのオファーはわーままマリさんからツイッターで DM が来たんですか。あ、そうです。え、どんな感じで依頼。私も全く、今月のゲストはレンタル何もしない人さんですって言われて、あ、私がフォローしてるあの方だって思ってどうやったんだろうって思ったら、あの、 DM で、突然 DM でこういうラジオ番組がありましてみたいな、普通に来ました。あ、で、あ、分かりましたみたいな、レンタルさせてくださいみたいな、はい、レンタルさせてくださいとは言ってなかった、出演してくださいと言ってましたけど。 ありがとうございます。え、ということはじゃあ喋らなくてもいいですみたいな感じで聞いてきたんですか。いや、なんか受け答えをしてくれればみたいな感じだったと思います、ね、なるほど。あの、わーまままりさんですね、あのレンタル何もしない人さんをあのゲストで呼んでくださったはいいものの、台本まで用意されてなくて、あのあのはいかいいえしか言わない方と台本なしで1ヶ月分収録するということで、私はもう非常にジタバタしているんですけど、ちょっと今日は頑張っていただきたいですね。それはできかねますけど。え、あの、私も何もできない人、何もできない2人が集まっちゃってちょっと困ってしまいますね。おいくつなんですか。38です。いい年ですね。え、でもなんか肌とかツヤツヤで38歳に見えないです、ね、そうですか。え、割と若いって言われますか。どちらかというと言われます。ですよね、はい、あの、20後半ぐらいかと思っちゃいました。そうですか。え、モテますか、ズバリ。いや、別にモテないです。あ、モテないんですね。わかんないです、それは。あ、なるほど。なんかそれこそお金に余裕があるおば様とかにモテそうですよね。ノーコメントで。ノーコメント。いや、やっぱモテるんですね。いや、モテるとかモテないとか分かんないです、ね、私が一生レンタルしてあげるわって言いそうじゃないですか。それは言われたことないのでモテないです。そうなんですね、はい、そうなんですね。一人暮らしなんですか。いや、あの、家族がいて、奥さんと息子がいます。家族持ちだったんですか。すごい。え、何もしない人っていう職業で、あの、家族を養ってるんですか。養ってる、はい、まあ一応。え、すごい。え、例えばサラリーマンをしてながらの何もしない人が副業ってわけじゃなくて、本職何もしない人ですか。はい、本職専従してます。何もしない人だけやってます。すごい。え、何もしない人は何年目なんですか。歴3年目ですね。3年半ぐらいです今。
それまでは普通に働いてたんですか？それまではいろいろフラフラしてたんですけど、もう会社に勤めてた時期もありますし、はい、辞めてからフリーでフリーランスで、はい、なんかライター、フリーライターみたいな感じでやってた時期もありますし、なるほど、まあ、でも普通の仕事をしていました。家族いるのめちゃめちゃ意外でした。ツイッターフォローしてたのにですか？はい、あのめちゃめちゃ最近知ったんですよ。あ、そうなんですね。最近知ったっていうか今年の頭ぐらいに知って、あのそれはなんかすごいなんか人生悩んでた時に、はい、なんかレンタル何もしない人っていう人がいてっていう話を聞いて、うんうん、なんだろうって思ってフォローしてみて、あのめちゃめちゃ深く見てたわけじゃなくて軽くめちゃめちゃ軽くフォローしてて、はい、すごい職業の人だなって思って真似したいな、いやでも難しいなって思いながらこう見てて、はい、そしたらなんか今月のゲストは来た感じでもっと下調べしてくればよかったで勝手な妄想で、あの、はい、なんかニートかと思ってて、はいはい、ニートで、うん、なんなら実家暮らしで、はいはい、みたいな彼女もいなくて、なんか結構人生落ちこぼれてる人がレンタル何もしない人っていう職業をなんか死にかけながら始めたっていう勝手な妄想をしてました。全然違ったんですね。あ、でもすごいいいリアクションをしていただいて、なんか調べなくてよかったのかもしれない。いや、返答もめちゃめちゃお上手です。お上手ありがとうございます。え、そうなんですね。家賃はどのぐらいなんですか？家賃はちょっと言えないです。あ、なるほど、はい、言えないんですね、はい、なるほど。あの今レンタル何もしない人という職業で、あの、はい、お金の不安とか、うん、なんか子供を養っていくためにとか不安はあったりするんですか？いや、特に不安はないです。え、めちゃめちゃ稼げてるんですか？いや、別に稼げてないですけど。そう、まあ、あんまり先のこと考えてなくて、先のこと考えてないから不安に思ってないだけで。なるほど。奥さんがバリキャリとかっていうわけでもなくてですか？でもないです。あ、そうな。お母さん、奥さんは専業主婦で。専業主婦でもないんですけどね、あの絵を描いてますけど。すごい芸術家さんなんですね、はい、すごいです。でもなんか最近1万円レンタル1時間1万円の1万円をやめたっていう情報。あ、1件1万円っていう時期がありました。1回のレンタルで1万円っていう時期、はいはい、それはやめたって。はい。現在じゃあもう無料で自分を貸し出してるんですか？そうですね、経費だけいただいて、交通費とか飲食代とかだけいただいてます。となると、あの何でマネタイズしてるって聞いてもいいんですか？ああ、マネタイズ、はい、マネタイズは特にしてないですね。じゃあ収入0円でレンタルされてるってことですか？はい、今の瞬間は、はい、何でお金は稼いでるんですか？日々の生活費は。今はお金を稼いでないです。使ってます。使ってるだけです、ね。どうやってご飯食べさせてるんですか？使ってるだけで。貯金があるので。あ、もうなるほど。じゃあ今はもう貯金で生きて、その先のことは考えずにみたいな、はい、そうですね。すごい。なんか投資とかもしてなくてですか？してないです。すごい。なんか将来子供の学費とかどうしようとか不安になったりもしないんですか？今考えたら不安になるかもしれないですけども、はい、考えなくていいかなと思ってなるほど、はい、なんかあのわーままマリさんっていうこの番組のプロデューサーさんがいて、はい、めちゃめちゃ人生計画的に生きてる人なんで、貯金とかもして、もうめちゃめちゃ正反対の考え方なんで、あのきっとわーままマリさんが聞いたら目が飛び出ると思いますですよね、局長さん。わざわざオファーしといて目が飛び出るんですかね？わざわざオファーしといて目が飛び出ると思います。なんかわーままマリさんもう人生計画的すぎてもう全部計算できてて、はい、私めちゃめちゃそれもびっくりしたんですけど、逆に何も考えてなさすぎてめちゃめちゃびっくりしました。わーままマリさんもう人生計画的すぎて一番驚いた話は、はい、あの結婚を就活と同じようにしてて、はい、あの企業に就職するときってなんか10社ぐらいバッてエントリーシート送るじゃないですか、はいはい、それと同じように入りたい企業みたいな感じ、結婚したい男、結婚候補の5人ぐらいに一気に LINE 送って、あのアポを取り付けて、アポという名のデートを取り付けてはい、はい、面接的なデートをして、そこから何次審査とかやって勝ち抜いた旦那さんと結婚したらしいです。で、全部あの子供とかも計画的に作って、はい、貯金とかも全部計画的にやってて、うん、すごいなって思ったんですけど、はいはい、多分正反対の話し方なのでぜひあのわーままマリさんがいらっしゃる時にもう一度ゲストに来ていただいて、はい、あの一緒にお話ししてほしいなって思ってしまいました。はい、ぜひぜひ、はい、いや、なんか説教されちゃいそうですよね、わーままマリさんに。あ、面白そうですね、はい、いや、でも私はあのレンタルさんみたいな生き方いいなって思います。本当ですか？なんか悩みとかないですよね、そうなると。
悩みそうですね、そんなないんですよね。あ、いいですね。先を考えなくていいってなると今を楽しんで生きるから何にも怖いものなさそうですね。怖いものは別に、怖いのは事故とか怖いですけど、車に乗るとか怖いですけど。今楽しいですか？今楽しいです。何してる時が一番楽しいんですか？何してる時っていうと、はい、まあレンタルされてる時とかですかね。なんか昨日は彼女が、彼氏が2人いる人がクリスマス楽しめないからレンタルされてたじゃないですか。あ、昨日、おとといでしたっけ？昨日ですね。はい、なんかツイッターで見かけたんですけど、はいはい、それってなんか女性と2人でご飯に行ってるわけじゃないですか。はい、奥さんは怒らないんですか？怒らないです。そうなんだ。はい、じゃあ一緒にホテルに1時間行ってくださいっていう女性からの依頼も奥さん怒んないんですか？それは断ってますね。なるほどなるほど。ご飯までは OK みたいな。まあ、なるべく奥さん、まあ、なんか結婚してる、うん、男性がやっていいことのラインはなんとなく守ってます。常識はきちんと兼ね備えてる。人によっては多分食事2人で行くのもダメだと思うんですけど、うん、その辺は奥さんのライン的には大丈夫みたいです。常識をしっかり兼ね備えてて意外だなと思いました。なんかぶっ飛んでるところもあるけどちゃんと常識もあるっていう感じなんですね。わかんない、常識はよくわかんないですけど、うん、奥さんの基準っていう感じです。奥さんをめちゃくちゃ大事にされているんですね。大事にはしてないです。別に大事にしてないんですか？仲がいいだけで。なんかじゃあその奥さんを選んだ理由ってなんかあるんですか？この人だって奥さんと結婚した理由。選んだっていうつもりはなく、ただ一緒にいて楽しかったから一緒にいる。実は一番素敵な男性なのかもしれないです、考え方が。実は実は実はなんかすごいなんか社会不適合者のダメ人間が始めた仕事っていう勝手なレッテルで出てしまってたので、なんかちゃんとしていてすごい失礼ながら動揺しています。なんかすごい変な人来るんだろうなって勝手に思ってたので。ああなるほど。はい、なんかちゃんとした方ですね。そうですね。いやー、びっくりしました。私はなんかネタに困ってしまったので、トークテーマガチャというものがあるので、こちらをやっていこうと思います。あれ、では愛と恋の違いについて真剣に語りましょう。愛と恋の違いって何ですかね。さあ、辞書見たらいいんじゃないですか。辞書には何て書いてありますか。愛は心が真ん中にあって、恋は下心が感じではあるんで、ああそのままじゃないですか。ああ、どう思いますか。それ辞書にそう書いてないでしょ、多分。それはなんかそういう俗説じゃないですか。辞書には何て書いてあるんでしょうね。愛と恋の違いについて、私は愛はなんかもう本当に親が捧げるものぐらいに、こうなんていうか欲とかもう何もなくて、愛して守ってみたいな感じなんですけど、恋はときめきみたいな、好きになってほしいとかドキドキとか、やっぱ欲があるものかなって思うんですけど、はい、どう思いますか。まあへーとしか思えないですけど。非常にさっぱりした方でした。次の質問に行こうと思います。食べなければいけないとしたら、これなんて読むんですか。ヘビですね。ヘビ、漢字もう読めるんですね、すごい。ちなみに何大学出身ですか。大阪大学です。あ、すごい。あと出身なんですね。あ、その辺で出身です、はい。ヘビ、タガメ、イモムシ、ムカデ、ゴキブリ、どれですか。絶対無理という人は今好きな人の名前を嘘つかずに言ってください。ヘビですかね。私はタガメですかね。うん、ヘビ食べたことありますか。ないです。ヘビ食べるなら何食べします。生で散るですか。いや、それは絶対ダメですね。まあ、焼くとかですか。うなぎと同じ方法で食べたいです。あ、美味しそうですね、意外と。 そうですね。でもヘビ毒あるんですかね。毒ヘビがちょっと嫌ですけど、ないヘビなら、うなぎだったら、ヘビ丼にして食べたら、蒲焼きみたいにして食べたら、ちょっと美味しそうかもしれない、うん、ぜひぜひ食べてみてください、今度。食べようと思って食べるものじゃないので。なるほど、はい、次に行こうと思います。はい、非常に謎な時間がかかっておりますが大丈夫なのでしょうか。ここにあった前回 の台本を使い回ししようと思ったんですけど、お金について不安はある、将来の不安はあるっていう質問とかなんですけど、不安が何一つないので、もう何も進められないということでですね、次に行こうと思います。不安を感じたことっていうのはあるんですか。
不安を感じたことを、今まで、感じたことないっていう話ですけど、じゃあ過去に生きてきてちっちゃい頃とか、その不安を感じたとか、そういうのを経験したからこそ逆に今は不安を感じないようにしてるとか。あ、そうです。もうもちろんもうこの活動始める前まではもう至って普通の人生っていうか感じで、なんかまあで人間としても普通の人間なので不安に感じてはいましたよ。いろんな、そこのところちょっと話しますけど、不安をやっぱり感じる、やっぱね、皆さん感じてると思うので、そこがそういうふうになるこうきっかけとか、そこら辺の話聞きたいですね。あ、不安に、まあ、なんか面白みもない話になりますけど、あの仕事が向いてないなってなって、仕事、会社にいるのが辛いなって時期もあって、それはまあもちろん不安ですし、で会社が馴染めないから辞めて、無職みたいな期間も結構あったんですけど、その時はもちろんまあ世間体的に不安ですし、っていう感じでずっと不安でしたね。この活動を始めた瞬間、あの不安がなくなったんですか？そうですね、なんか不安、ちょっとその前ぐらいにもうなんか人生どうでもいいみたいになって、そっから不安に感じにくくなった気がする。でだからこれを始められたっていうのもあります。捨て身は無敵ってことですね。まあそうですね、もう捨て身、なんかあの身を投げる感じ。ライブのなんかあのボーカルの人がそのお客さんの中に飛び込むみたいなやつあるじゃん。ああいうなんか世の中に身を任せる的にこう投げる感じはありましたね。なんかわかる気がします。私も一時期もう人生捨て身になって、もう人生どうとでもなっちゃい、今回の人生は実験だと思って、なんか捨て身になったらなんか一回怖くなくなったんですけど、なんか最近人生不安多いなって思ったら、あの守りに入ったなって思って、捨て身だ、今回の人生は実験だ、どうにでもなっちゃいって思ってた気持ちがだんだん守り、そんな気持ちが薄れて守りな体制に入っちゃってきたからこそ、なんか平凡ないい人生を送りたいっていう守りに入ってきたから、なんか最近人生不安が多いなって思いました。もう一回どうとでもなっちゃいって気持ちで捨て身な人生歩んでみようかなってちょっと思いました。どっちがいいですか、やっぱり捨て身な方と守りに入ってた人生。いや、捨て身の方が絶対いいですね。楽しいですか、やっぱり楽しいことしかないです。ただなんかコロナの時期とかって捨て身になると、自分がコロナにかかったら家族にまで移してみたいな、自分だけの捨て身じゃなくなっちゃうじゃないですか。その時期は結構まあ不安とまでいかないですけども、割となんかあのしんどい時期はありましたよね。あ、ですよ。そうなるとレンタルされられないってことですよね。そう、その時は自粛していて、あの外出を伴う依頼はストップで、なんか電話とか遠隔でできるやつだけ受けてました。そうなんですね。でもなんかすごいかっこいいなって思うのは、なんか家族や奥さんのことだけはなんか普通に常識的に守ってるところは素敵だなって思いました。いや、いいですね、愛ですね。そうですか。はい、愛です。なんかそんな心なさそうじゃないですか、捨て身な人って。なんか愛あるなって。ハードルが低くなりますよね、捨て身になると。なんか人間としてのハードルが、家族すらみたいな、なんか自分が良ければでも家族のことだけは、ちょっと常識的なこと言えばなんか褒められる感じはありますよね。なるほどなるほど。奥さんが嫌がることはしないだとか、家族を守るとか、あ、そうですね、言いそうもない人が言うと普通の人が言うよりより素敵に感じたってしまいます。この番組はあのお金の、ね、ことを話すことが多いんですけど、先ほど、ね、貯金をこう崩してるって言ってたじゃないですか。いくらぐらいになったらこう、なんか違う動きをするのかな、その基準の中、自分の中の金額とかってあるんですかね。あ、それは特にないですね。もう数字見てその時にどう感じるかで。貯金を崩し始める前はいくら貯まってたんですか？崩し始める前、いや、それもちょっと言えないですね。1日何件も入れてたってことですよね、レンタルを。あ、そうですね。最高何件ぐらい1日に入れて。あ、最高7件ぐらいです。おお、じゃあざっと1万円でやってた時代は日給7万円。あ、まあそうですね。で365日3年間って考えれば分かるってことですね。あ、1万円取ってた時期がそんな3年丸々じゃないので、一時期だけなんですけど。そうなんですね。はい。なんでまた1万円取るのをやめたんですか？なんか1万円取るとちょっとなんか安定しすぎてるっていうか。あ、生活が。あ、生活がっていうよりかは活動としてなんか普通になっちゃったなって気もして、はい、あの1万円であの依頼を受けて、それで、あの生計立ててるんですねで終わっちゃう感じがして、自分ではあんまり面白くないなって感じもあって、はい、あ、もっと謎めかせようみたいな。謎めかせよう、まあちょっとあざとい言い方したらそうなりますけど、
こうもうちょっとなんか依頼自体でお金を発生させるんじゃなくて、はい、わけわかんないお金が降ってきたらいいなと思って、はい、依頼者からお金取らずにやっていけるのかなっていう、まあ、それもさっきおっしゃった実験に近い感じです。なるほど、わけわかんないお金が降ってくる、例えば宝くじに当たるとかですか？それはちょっと違います。それはなんか自分で宝くじ買いに行ってるから違うんですけど。あ、分かった。 CM のオファーが来るとか。あ、それも一つですね。実際なんか本になったりとか、はい、漫画になったり、あ、すごい、ドラマ化したりしたんです。あ、ドラマ化だけはなんか情報入りました。それもちょっとそう当時っていうか、その始めた当初はそんなこと考えてなかったから、うん、それも想定外のお金降ってきたなみたいなのもありますし、うん、すごい。え、ドラマ化は誰が演じたんですか？あのジャニーズのニュースの増田さん。そうなんですね、はい、なんか今度見てみます。いや、私じゃあ知るの遅かったですよね、多分レンタルさんのこと有名になった後に知りましたあの今年の上半期に知りましたありがとうございます。いやー、すごいすごいですね。なんかありますか、局長？いや、たくさんね、多いんですけども、はい、全国どこら辺まで行くんですか？お、確かに。まあ、どこでもオファーが、はい、依頼があったら交通費いただければ行くんですけど、はい、今まであった中で一番遠いのは沖縄。お、海外はまだ行かない。海外からも依頼はあるんですけども、うん、ちょっと行きたいなって思えるところからはまだ来たことがなくて断ってしまってます。どこの国から依頼来たんですか？あのカンボジアとか、トリニダードトバコとか、トリニダードトバコってちょっと行ってみたいあのカリブ海の島国なので、結構治安が悪そうだから、治安が悪いの怖いからってこともありました。命の危機もあるということで、はい、じゃあ、あのヨーロッパとかから依頼来たらいいですね。そう、先進国の安全な地域だったらぜひ。パリみたいな。パリとか、はい、いいですね。まおちゃんちなみにいくらだったらレンタル、まおちゃんのじゃあ1時間レンタル料いくらですか？あ、私のレンタル料ですか？もしやるとしたら1時間レンタル料、いや1万円にしようかなって思ってましたあの1万円の時代、多分上半期は1万円って書いてありましたよね。上半期、今年の上半期。あ、そうですね、1万円、1時間じゃないですけどね、1回で1万円なんですけど、1時間1万円なのかなって思って、そういう職業しようかな、本当にどうしようか迷ってて、人生思ったんですけど、うん、なんか私のファンの方がすごい、あ、なんかすごい素晴らしい職業だと思うんですけど、なんかがっかりして、なんか炎上しそうだって思って、レンタル何もしない人を、何もしない人を私がやったら、はいはい、炎上が怖くて、あ、そうですね、逃げ身のちょっと守りの人生に入っちゃったので早速守りになってます、ね、早速守りに入っちゃって、あの踏み込めませんでしたはい、この番組で募集ね、1人限定1人募集とかね、1時間1万円。そうです、ちょっと怖いなって気持ちもある。っていうか知らない人と会うの怖いなって思うんですけど、1時間2人で怖さとかはないんですか？はい、あのツイッターで依頼を受けてるので、はい、DM、 分かります、ダイレクトメッセージで、はいはい、分かります。で文面とか、まあ、ある程度ちゃんとしているかどうかっていうのを見たりとか、アカウントを、まあ、見に行って、うん、ちゃんと稼働しているアカウントかどうかとか見て、まああの怪しいなとか怖いなって思ったら会わないようにしてます、ね、やっぱ捨てアカでみたいなのは会わないってことですか？あ、いや、捨てアカは別に大丈夫です。捨てアカであっても依頼の文章とかがちゃんとしてあれば大丈夫ですけど。なるほど、そうなんですね。まちゃんは、はい、あのちゃんと取材時にあの撮影しに行きますからね。あ、レンタル何もしない、撮影 してその1時間1万円ってことだったら、まあ、安心でね。もしかしたら、ね、いや、私はやらないです一時期やろうとすごくなんかめちゃめちゃ落ち込んだ時期があって、本当に、はい、なんか今年1年で一番病んでた時期があって、はいはい、その SNS の投稿一切やめますみたいな1ヶ月があって、その時どうしようかって考えてた時期に悩んだことあったんですけど、今はとりあえずやろうとは思ってないですね、うん、はい、なんだっけ、何を言おうとしたんだっけ、何を言おうとしたかめちゃくちゃ忘れてしまったんですけどちなみになんかその、はい、あの初めて会う人と会うの怖くないですかってよく言われるんですけど、はい、なんかコンビニの店員さんとか、はい、とラーメン屋さんとかって、はい、あの知らない人がどんどん来るじゃないですか、はい、で選べないじゃないですか、誰と会うかって、はい、そっちの方が怖くないのかなと思いますけど、はい、あ、なるほど、その人がバッて刺してきたらどうしようとか、はい、僕はもう選べるんで誰と会うかっていうのが。なるほど、なるほど。個室は禁止とかあります？そういうのは特にないですね。カラオケでっていう依頼もありますし、はい、歌ってくださいっていう依頼は断る。そうです、歌ってくださいは断ります。こう楽しくこう大きくならやりますみたいな。いや、それもしないですあ、バチバチもしない、ぼーっとしてるだけで。みんなはそれが何がいいって思うんですよね。寂しくないんですかね、寂しくなくなるとか。
まあなんか盛り上げてほしいっていう人も多いと思うんですけども、なんかただ静かに聞いてほしいっていう人も結構いるんですよね。私この間失恋しちゃってとか言われたら、そうなんですね、そうなんですねってずっと聞いてるみたいな。へーって聞くだけです。でちょっとすっきりして帰ってくみたいな。はい、それが多いですかね。そうなんですね。え、1日何件ぐらいの依頼が来てたりするんですか、連絡は。あ、 DM の数、はい、来るメッセージの数、はい、いや別に最近はなんか落ち着いてても10件とかぐらいですかね、うん、多分。ピークの時は、ピークの時はなんかもう DM 追い切れないぐらい常にブワーって来て、テレビにいっぱい出てた時期とかっていうのは、うんうんうん、それもあって1万円っていう設定をしたんですけど、1万円にする前のちょっと前のぐらいはちょっと分かんないぐらい100件とか200件で来てました。すごいです、1日に。いや、それは追えないですね、はいはい、なるほど。え、フリーランスですか今は。はい、フリーランスです。じゃあ確定申告とか、はい、そういう請求書の作業とかも自分で。はい、そうですね。あ、その1万円は請求書は発行してるんですか。発行してないです。手渡し、お小遣いのようにもらって。そうですね。じゃあそれは税金関連はどうなってるんですか。やっぱそれも一応まあなんか正直に申告するようにしてますけど。あ、そうなんですね、はい、すごいすごいですね。いや、ちゃんとするならちゃんとなんか、はい、領収書作ってとかやらないといけないかもしれないんですけども、はい、その辺はなんか適当にやってますけど、一応でも納めるべき税金も納めてるはずです。お、申告してるんですね、はい、素晴らしいです。残り4分ぐらいなんですけど、局長どうしましょうか。はい、なんかそういうので会社を立ち上げようとかそういうなんかことを考えたりしたことってあるんですか。会社をこれは会社になるなとか、うんうんうん、っていうのはそのいろんな何もしない人を雇ってってことですか。そうそう、そういうと同じ似たようなジャンルの人いると思うんですよね。そういう仲間を集めてとか、そういう仲間のそういう考え方の人って会ったことありますか。あ、いっぱいなんか言われますね、うん、そう、法人化しないんですかとか、うん、会社化しないんですか、うんうん、いやいや、もうめんどくさすぎますよね、やっぱり。あ、やっぱ何もしない人だから会社なんかしたくないみたいな。いや、もうなんか会社にするとなったらいろいろめんどくさいことが発生する。人間関係、もともと会社に勤めてた時期があって、それ辞めたのも人間関係がちょっとめんどくさくて辞めたのもあって、もうできるだけ人間関係は少なくしていきたいです。なんかお金儲けのためだったら法人化した方がいいけど、お金儲けが目的じゃないから法人化しないってことですか。ああ、それそういう感じかもしれないですね。やっぱお金を稼ぐことは目的ではないんですね。はい。目的は何ですか。楽しく生きる。何もしないで楽しく楽に生きる。素敵です。いや、わままマリさんの考え方もすごく素敵ですけど、正反対のレンタル何もしない人さんの考え方も正反対でめちゃくちゃ素敵で、どっちもいいなって思っちゃいますね。今度対決させましょう。対決とかじゃないですね。なんか議論、ディベート、まあ意見の交換というかね。はい、いろんな人がいるんだなっていうね。もしかしたらわままマリさんの価値観が変わってしまうかもしれないですね。はい、みんな何もしなくなっちゃうかもしれないです。この世の中何もしなくなっちゃって。はい、いやでも私はちょっとレンタル何もしない人さん寄りなところもあるんですけど、やっぱりお金が好きでケチな部分もあるので、まあ平凡な人間ですね。はい、というわけで残り2分になりました。どうでしたか。あ、楽しいです。え、本当ですか。本当に楽しいですか。よかったです。私の印象とか教えていただけたりできるんですか。それはできかねます。できかねるんですね。今は楽しい。楽しいです。あ、よかったです。どうでしたか、局長。そうです、何もしないっていうのであまり答えないのかなと思いきや、うん、意外と、ね、うん、常識的なこととか。常識的なこと、まあ、常識的っていうかね、まあ、うん、レンタルさんの考え方っていうのをいろいろ教えてもらったりとか、うんうんうん、あと結構ね、めんどくさいとか嫌いなんだなっていうのが分かったので、うんうん、逆に奥さんが嫌がるところを聞いて、うん、その人がね、こう言ってれば、うんうん、あなたの言った通りでしょってことでね、うんうん、そこの線引きでね、例えば奥さんがじゃあホテルまでいいよって多分ホテルまで行く、うん、そこまでは多分しないかもしれないですけど、うんうん、まあ、そういうのでね、なるべくこう人間関係も穏便に、うん、すごく心の優しい方なんだなっていうのが分かりましたね、うん、はい、はい、とても素敵な方でした。ということで、12月ですね、第1回目の12月のゲストのレンタル何もしない人さんでした。今月1ヶ月あと3週にわたって出演していただくので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そろそろ終わってよろしいですかね。それではバイバーイ。